はい、皆さんこんにちは。1月24日火曜日でございます。今日もアバンシュカリフォルニア州アメリカからお送りいたします。コーチアレックスでございます。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、今日もですね、まあすごいものが飛んできておりますね。今日はね、どちらかというとね、話題はね、この方、エンジェルスのオーナーね、モレノ、アルテモレノオーナーがですね、エンジェルスを売るのをやめた、中止したあれで、もうあちらこちらにすごい話題になっておりまして、もしかするとエンジェルスにいなきゃいけないということとか、それからドジャースに行かないじゃないかとか、まあいろんな話が出ておりますけど、まずはモレノ、まあこれモレノね、エンジェルスの所有をしないという、しないということで、売らないということですね。それから大谷翔平がですね、これがこうですね、中止したということで、このような話が以上出ておりまして、エンジェルスのですね、だからこの話が多いですよね今日は。だからそれをちょっとね、どんどん送り出しますので、このベン・バーランダーもね、冗談じゃないよ、今頃そんなこと言うのはどういうことじゃとかね、そうからといってもね、やはりね、フリーエージェントの話がそのまま出ておりますね。大谷翔平は今季って言います、来年がですね、今季って今年で言ってるんだけど、来年になりますよね。来年、とにかく今現在ではみんな興味を持ってると、フリーエージェントのね、大谷さんの、それもまたお送り出しますんで、じゃあまずはこの方からお送りしましょう。これでございます、大谷さんとね、こうやっておりますけど、モレノさんからいきましょう。どうぞ。モレノ家はエンジェルスの所有権を保持すると発表。売却の可能性を数ヶ月にわたって検討した後、エンゼルスは月曜日にチームを売却するための調査プロセスが終了し、モレノ家がクラブの所有権を維持していることを発表しました。オーナーのアルテモレノは、この過程で私たちには未完成の仕事があることが明らかになり、チームの将来とファンの経験にプラスの影響を与えることができると感じています。このオフシーズン、私たちはフランチャイズ記録の選手給与を約束しましたが、ワールドシリーズのチャンピオンシップをファンに戻すという目標を達成したいと考えています。エンゼルス野球のこの次の章に興奮しています。76歳のモレノは当初、8月にチーム売却の可能性を含む代替案を模索する正式な調査を開始した。エンジェルズはガレーシオとスポーツパートナーズを雇い、関心のあるバイヤーとのミーティングを手配することで、プロセス中にファイナンシャルアドバイザーとして支援してくれました。複数の関係者から大きな関心が寄せられているにもかかわらず、モレノは2003年にボルトディズニーカンパニーから1億8400万ドルでクラブを購入して以来、所有していたクラブを手放す準備ができていないと判断しました。モレノ氏は、クラブに強い関心を示した多くの有能な個人やグループと会うことができたプロセス、全体を通して、ガラティオートスポーツパートナーズに多大な努力をしてくれたことに感謝している。なるほど。しかし、議論が進み、結晶化し始めた時、私たちの心はエンジェルズと共にあり、ファン、選手、従業員と別れる準備ができていないことに気づきました。その未完のビジネスの一部には、新しい球場の追求が含まれており、これは昨年、エンゼルスがエンゼルスタジアムを購入し、追加の開発のための周辺の土地を購入する前に解決に近づいていました。ハローズは現在、1966年以来ホームと呼んでいるエンジェルスタジアムと2029シーズンまでリース契約を結んでいます。なるほどね。モレノの在任期間の初期には、エンゼルスは一貫して勝利し、2004年、05年、07年、08年、09年、14年のアメリカンリーグ西地区のタイトルを獲得しました。彼らはここ数年苦戦しており、モレノがスターフリーエージェントに大規模な契約を喜んで渡したにもかかわらず、過去8シーズンのポストシーズンを逃した、これらの闘争の多くは、質の高い先発投手の欠如によるものであり、ハローズはこのオフシーズンに、
オールスターの左利きのタイラー・アンダーソンとの契約で対処しました。うん、MLB コミッショナーのロブ・マンフレッドは声明でモレノの決定を支持すると表明した。うん、エンゼルスに対するバイヤーの強い関心にもかかわらず、アルテ・モレノのゲームへの愛情は彼にとって最も重要です、とマンフレッドは言いました。モレノ家がチームを所有し続けることを決定したことを非常に嬉しく思います。まあ、ということでね、確かにそうなんだけれども、まあ、ファンは怒ってますよね、なんか話に聞いてるとね。まあ、だからそれもね、あれなんですけど、アメリカの方の放送でもこういうふうに出ておりますから、ちょっと聞いていただきましょう。はい、どうぞ。Some major news to get in. This a release from the Angels. Focus on the right side of your screen for the moment. Today, the Angels announced that the Moreno family is ending the exploratory process to sell the team and will continue ownership throughout the 2023 season and beyond. To paraphrase from Artie Moreno, the owner on the left side of your screen, they have unfinished business and they've committed a lot of money to players this offseason. They want to bring a World Series to their passionate fan base.This is big news. It's Greg with Yonder and Ron. What does this mean? What do you think this means for the Angels? I like the unfinished part. It means there's still a little bit of fire in there. It means that they still want to go out and sign. They want to be competitive. They want to win. So if that's the case, I'm thinking, and we were even talking about this, is Trout or Ohtani staying in the future? I think this means they both stay, Ron. What do you think? I think they both stay as well. I think what it really says is that I think they're re-energized. By this season. How can you not be re-energized about baseball when you get to watch Ohtani pitch and hit every day? So this is nice for Artie Moreno and his family, and I think for Orange County fans. Get ready for a record contract extension before opening day. Oh, you're already? Very nice. Was you neat, Butcher? Yeah, it's hurt. What the guy now? This thing out. Shohei, you're about to get paid. これはね、今あるということは、彼が言ってたのはですね、まあ、大きなでっかい契約が来るだろうということ、どこから来るの、エンジェルスから来るの、大谷さんがオッケーするかどうか分かんないんですけど、そのような話をしております。それしかもね、まあ、エンジェルスの中に、マイク・トラウトと、ショウヘイ・オオタニは残るだろうと言ってるんですけどね、実際に他の人はそう言ってませんけどね、まあ、これも、続けてこれでございます。大谷翔平の移籍問題が最年下エグン身売り中止で米メディア注目、残留か再建か、うん、米トレードルーマーズ、最も不透明なのは大谷の未来だ、うん、確かに大谷翔平投手が所属するエンゼルスは23日日本時間24日アート・モレノオーナーが球団売却するための調査を終了し2023年以降も所有権を継続すると発表した、うん、米最大の移籍情報サイトトレードルーマーズは2023年オフに FA となる大谷翔平投手の去就に注目している、うん、昨年8月23日同24日に球団売却を検討していると発表してから5ヶ月モレノオーナーは気に入るオファーを見つけられなかったかもしくは気が変わったかのどちらかのようだ。そうだね。トレードルーマーズにとっても衝撃の決着だったようだ。主に選手の移籍情報を扱う同メディアが次に注目したのは、チームの屋台骨を小大谷の再契約問題。うん、モレノ政権の継続はこれから年月をかけて解決しなればならないとして、こう伝えている。最も不透明なのは大谷の未来だ。前例のない二刀流のスーパースターは FA まで今年が契約の最終年だ。オーナーが大谷を残留させるために大型契約を提示するのか、うん、チームを整理し再建を始めて新しいスタートを進める方を好むか、ね、多くの人が憶測を巡らせてきた、うん。そして今、これらの疑問をオーナーに向けなくてはならなくなる。エンゼルスは昨年10月1日に年俸3000万ドル、約39億円の1年契約で合意したと発表。これまでにペリー・ミナシアン GM は、アイラブ・ショウヘイと契約延長に意欲を燃やしているが、一部では史上初となる5億ドル、約652億円しの超大型契約となる可能性が指摘されている。我々に流行り残した仕事があることが明確になったというモレノオーナーは、二刀流の再契約問題でどのような方針を出すのか。また、
トレードルーマーズは汚職疑惑などで白紙となった球場再開発計画にも注目。うん、もともとモレノオーナーがチーム売却を模索することにつながったとされる事柄についての疑問が湧くだろうなどと伝えている。うん、この話が出てきたんでね、もうとにかくニューヨークヤンキースにしろ、LA ドジャーズにしよう、サンディエゴパドレーズ、まあこのジャイアンツもそうなんですけど、メッツは出てないんですが、その人たちはね、もう非常にがっかりといえばがっかりだけど、どうなるのかね、これはもう冗談じゃないと言ってるかもしれないですけど、まあこれもいきましょうかね、大谷翔平。まあとにかくね、マイク・トラウトは大谷さんにいてほしいという言い方してるんですけど、どうでしょう。大谷翔平と来季以降も一緒に、うん、主砲トラウトは残留望む、願わくば彼を引き止めたい。おう、ロサンゼルス・エンゼルスのマイク・トラウト外野手が2023年オフにフリーエージェント FA 権になる予定の大谷翔平選手について言及し、残留を望んでいることを明かした。米メディア MLB ネットワークが報じている。大谷は昨年10月エンゼルスと年俸$30,000、約43億4,000万円の1年契約で合意した。2023シーズンはエンゼルスの選手としてプレーするが、来季以降は未定だ。うん、エンゼルスは契約延長を望んでいるものの、現時点で交渉の進展はない。トラウトは大谷について、ここ数年彼と一緒にプレーしているし、翔平に話を聞いて間違いないと感じたのは、彼は勝利以上に何も望んでいないということだ。うん、彼は負けず嫌いで、うん、早く家に帰ることを嫌っている。毎晩彼を目撃しているが、信じられないよ。素晴らしいチームメイトと一緒にプレーできるのは、とても光栄なことだ、と語っている。続けて、彼が投げるときは、センターの最前列に座れるので、とてもクールな姿を見ることができる。うん、さっきも言ったが、彼は勝つこと以上にやりたいことはない。今季は良い成績を残し、願わくば彼を引き止めたいと述べ、大谷の残留を望んでいる。まあということでございますね。おお、マイク・トラウトが頑張って大谷さんを引き止めたいということを言っておりますけどね。はい、続きましてこれでございます。これはすごいことですよね。エンジェルスのエンゼルスファン激怒、オーナーの球団売却ストップに大谷の移籍がほぼ確定、天に唾つく行為、 MLB。 エンゼルスファンが激怒している。うん、エンゼルスのアート・モレノオーナーは23日、昨年9月から進めていた売却話をストップし、球団を保有し続けると球団公式ツイッターで宣言した。これに対し絶望するファンの返信が相次いだ。こいつ、オーナー母が球場に現れた試合で我々は十分なブーイングを浴びせなかったということだろうか。天に唾つく行為だ。頼むから残酷なジョークだと言ってくれ。ファンをからかいやがって。この負け犬のオーナーにし、がみつくしかないのか。大谷翔平が放送禁止用語と重しき怒りの言葉を発する自負動画を添付。大部分のエンゼルスファンを代表して言わせてもらう。オーナーは去るべきだ。これで、今季終了後に FA 権を得る大谷の移籍がほぼ確定した。寂しくなるよ、大将、大谷が右手を上げて挨拶する自負動画を添付。一方、他球団のファンは歓喜の声を上げた。うん、マリナーズファンにとって、なんと素晴らしい日だろう。ありがとう。そこら中でドジャースファンがはしゃいでるぞ。正直、真っ当なエンゼルスファンには気の毒だな。うん、お前らのとんまなオーナーを満喫したまえ、負け犬ども。いやーすごいですね、これもね。はい、続きまして、バーランダーですね。大谷翔平マニアのバーランダーシーンもね、もう驚いて、まあ中止になったこと驚いてますけど、その代わりこういうことしろとか言ってるんだけど、聞いてみましょう。大谷翔平マニアのバーランダー氏、身売り中止のエンゼルスオーナーにジョーク交え、大谷との生涯契約を要望。全米一の大谷マニアで知られるフォックススポーツのアナリスト、デンバーランダー氏が日本時間23日、日本時間24日、エンゼルスのモレノ氏が2023年シーズン以降もチームを保有し続けると発表したことを受け、自身の SNS を更新。
ジョークを交えてモレノオーナーへの要望を綴った。バーランダー氏は、ビッグニュース、僕がエンゼルスを買うことを決めました。球団名をカリフォルニアエンゼルスに変更し、翔平大谷とは生涯契約を交わし、マイク・トラウトには米国大統領と球団社長に就任してもらいます、と記した。さらに、記号新オーナー記号は大谷との契約延長に続く公約としてチームロゴを、現在の A に天使の輪がついたものではなく、2001年まで使用していた天使の羽が生えた、A のデザインに戻すことも掲げた。バーランダーはすごいですね。そういうね、お願いをしてるんでございますけどね。はい、続きましてこれでございます。はい、これもいきましょう。どうぞ。大谷ほか来年の最も興味深いフリーエージェント。このオフシーズンはクレイジーだった。フリーエージェントに約40億ドルが投じられ、9人のプレイヤーが9桁の契約を結び、2人のプレイヤーが11年契約を結びました。それは MLB の歴史の中で最も費用がかかり、広大なフリーエージェントでした。次のオフシーズンは違います。誤解しないでほしいのですが、それでもクレイジーです。主な理由は、大谷翔平がフリーエージェンシーに到達するだけでなく、それを再定義する軌道に乗っているからです。しかし、来年のクラスは全体として、特にポジションプレイヤーの面では、それほど深くもダイナミックにも見えません。それを警告として、そしてフリーエージェンシーの大部分がこの冬に終了したので、より興味深い2023の24フリーエージェントのいくつかを、ポジションごとに一つずつ見てみましょう。中、オプションまたはオプトアウトのあるプレイヤー、または最近1年間の契約に署名したばかりのプレイヤーは含まれていません。はい、続きましてこれでございます。大谷さん、他の方もいらしてたんですけども、私は大谷さん名にやらせていただいておりますので、どうぞ。指名打者、はい、大谷翔平、エンゼルス。彼の興味深い点ない点は、他の誰かに先発投手スロットを埋めさせますが、明らかに大谷は2つのポジションで最も興味深い保留中のフリーエージェントであり、それが彼のフリーエージェントをこのスポーツ、または他のスポーツとは異なるものにするものです。業界の人々は、大谷が野球界初の5億ドルの選手になる可能性、または可能性と浮かんでいます。大谷がしていることに伴う長期的な怪我のリスクは、常に大きな疑問符になるだろう。実際、彼はピッチャーとして良くなっているだけです。そしてすぐに、彼はそのように支払われるでしょう。はい、ということでございまして、まあ、アメリカのテレビでもね、こうやって話がね、大谷さんの出ておりますんで、また、日本語下の方にありますんで、ちょっとこれもご覧くださいませ。はい、どうぞ。About Shohei Ohtani, and you keep reading on Twitter, and you keep hearing the number five in front of it. What's your reaction to that? Go. Yeah, I mean, it's crazy to think of what this guy could be worth because there's never been anybody like him. You know, he's a great pitcher, he's a great hitter rolled into one. And how will that be valued on the open market? It's hard enough to think about what he'd be worth in a trade, let alone just a dollar. So, yeah, let's look ahead to next winter because this market's pretty picked over at this point. So next winter is all about Shohei Ohtani. Not to suggest that the entire market after him is weak, but it's not at the level that we saw this winter. So all the conversation, you know, for the next 10 or 11 months is going to be about what this guy can command. And $500 million, why not? You got Messi, you got Ronaldo, you got Patrick Mahomes. And this could be the next $500 million man in the professional sporting world because of both his unique skill set, where he'll be in that particular marketplace. As I said, I mean, Manny Machado could opt out. Matt Chapman is very good third baseman for the Blue Jays. On the pitching front, you got Aaron Nola. You got some guys like Luis Severino and Jack Flaherty who could be interesting if they bounce back. But there's just nobody like Ohtani. He'll be in the class all his own. He'll have big market clubs after him. And then there's the global appeal. He's kind of a brand unto himself and what that means from a financial perspective for a ball club. So he could break new ground. And put it all together, what do you get, right? You wrote it on MLB.com. Next offseason will be different and we will be waiting. はい、ということでございまして、いや、もう本当、大谷その話、はい、続きましてはですね、こちらでございますけど、ワールドベースボールクラシックはあと49日間でございます。
はい、そして、これがですね、今回は真ん中なんですけども、Ladies and gentlemen, Samurai Japan は勝つ、ショヘイ・オオタニは勝つ、はい、ということで勝つ入れさせていただきました。で、メンバーは、まあ、変わってなければこちらですね、吉田さん、牧さん、オタニさん、村上さん、鈴木さん、山川さん、ヌートバーさん、源田さん、甲斐さんということでございます。まあ、他の方もいらっしゃるんですけど、とりあえずこういうのが今流れておりまして、楽しみしております、ということでございますので、まあ、こんな感じですね。ささてということで、ですね、あの皆様からの頼りもいただいておりますけれども、その頼りもちょっとご紹介させていただきます。まずはこの方だけ、ズガドン、ズガドンさん、よろしくお願いします。それではズガドンさん行きましょう。レディーズ、ズガドン総帥さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。自分は筒香選手にはメジャーリーグで花開いてほしいなと思うとりますよ、うん、彼の諦めない姿を見てると、うん、このままでは日本に帰れないって思いがひしひしと伝わりますですよ、涙顔、うんうん、とことんやるだけやれば、仮にダメだったにせよ、うん、彼ような人は第二の人生を歩むときに悪い道を歩むことはないだろうなと思いましたですよ、うんうん、自分はニューヨークヤンキースだったイラブ投手が好きだったんですよね。その後がとてもショックでしたよ。本当ショックだったね。あまり思い詰めないで頑張ってほしいですね、全スポーツ選手たちに言いたい、うんうんうん、ではでは、スマイルマーク、うん、いやでもすごいですね、それは。あのズガドンさん、イラブさんにね、私もね、レトル東京っていうか、この間ね、たまちゃんびさんがおっしゃって、まあ、トーランスでですね、お会いしたことあったんですよ。ちょうどね、あの日曜日で、まあ、向こうでね、あの野球、公式、軟式野球やってから帰りにご飯食べて、そしたらいらしたんですよ、あのマネージャーと一緒にいらしたのかな。いや、その後にね、あのニュースが聞いてがっかりしたんですけどね、やっぱりあれですかね、もうちょっとね、あのヤンキーだけがあれじゃないから、やっぱ日本へ帰ったらまた日本でもできたんだろうけど、まあということで残念でございましたね。はい、ズガドンさんありがとうございます。続きましては、通りすがりのマンシオさんのいろんなものをまた今日もお願いいたします。はい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。通りすがりのマンシン王さん、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、こんにちは。スマイルマーク、はい、一つ質問ですが、ドルフィンさんのチャンネルは、はい、ツイッターの記事は削除するのですか？あ、いや、そんなことはないんですけど、今ね、あのツイッターに行ってみたんですけど、いやそういう記事なかったんで、まあ、できればですね、このいつもあの番組するときに必ずあの YouTube の方に行って見て、そこからやっぱりあのピックアップしてやってますんで、すいませんが、こちらの方にお願いできたら助かります。はい、じゃあ続きまた行きましょう、どうぞ。そういう決まりなら、今後はそれ以外の話題をドルフィンさんのところでは紹介するようにしますね。はい、お願いします。まずは核爆弾クラスのトップニュースがあったので、この話題から、うん、はいはい。エンゼルスファン激怒、オーナーの球団売却ストップに大谷の移籍がほぼ確定、天に唾つく行為、 MLB。 1月24日火曜日13時20分配信、うんうんうん、エンゼルスファンが激怒している。確かに、エンゼルスのアート・モレノオーナーは23日、はい、昨年9月から進めていた売却話をストップし、球団を保有し続けると球団公式ツイッターで宣言した。これに対し絶望するファンの返信が相次いだ。こいつ、オーナー後が球場に現れた試合で我々は十分なブーイングを浴びせなかったということだろうか、うん、天に唾つく行為だ。先ほどね、同じものあったんですけれども、やはりね、あの大谷さんとかもファンの方が怒ってますんでね、今回はね、あの取りすがりさんのこのもう一回ね、やっぱり切っていただきたいと思う。続きましてどうぞお願いします。頼むから残酷なジョークだと言ってくれ、ファンをからかいやがってこの負け犬のオーナーにしがみつくしかないのか。大谷翔平が放送禁止用語と重しき怒りの言葉を発する自負動画を添付。大部分のエンゼルスファンを代表して言わせてもらう。オーナーは去るべきだ。これで今季終了後に FA 権を得る大谷の移籍がほぼ確定した、うん、寂しくなるよ。対象、大谷が右手を上げて挨拶する自負動画を添付。一方、
他球団のファンは歓喜の声を上げた。マリナーズファンにとってなんと素晴らしい日だろう。ありがとう。そこら中でドジャースファンがはしゃいでるぞ。正直、真っ当なエンゼルスファンには気の毒だな。うん、お前らのとんまなオーナーを満喫したまえ、負け犬ども。中日スポーツより抜粋。はい。これにより大谷選手が7月に他球団にトレードされる可能性が高くなりましたね。え、そうなんだ。逆に出さなかった場合、うん、オフの FA で他球団に行く可能性が高くなるため、トレードで有望な若手選手数名と取引されることになりそうですね。そうですね、はい。自分的にはドジャースの一人勝ちになりそうな予感。おお。それとジャイアンツもジャッジを取れなかった資金がプールされているとのことで、チームの顔になる選手を、うん、欲しがっているとのこと、うん、あとはメッツか。今年のストーブリーグはどうなるか楽しみですね。なるほど。また WBC での話題。はい。侍ジャパンと米国が対戦するとしたらマイアミでの試合でしかない。ああ、そう。そこにディスティニーはあるのか。 WBC 日本が米国と対戦するケースは3月21日、うん、日本時間の準決勝のみ。1月24日火曜日、16時5分配信。侍ジャパン、栗山監督。今春の第5回ワールドベースボールクラシック、WBC って、侍ジャパンが米国と対戦する場合は、準決勝、米マイアミ、のみとなることが確定した。24日までに更新された大会公式サイトに、米国が準々決勝に進んだ場合のスケジュールが記された。一次リーグ C 組の米国は、1位通過でも2位通過でも、D 組を勝ち抜いてきたチームと戦う準々決勝は、米マイアミで設定されている2試合のうち、3月18日、日本時間19日の2試合目で行うことになった。その準々決勝で勝ったチームは、準決勝の2試合目となる20日、同21日に進む。一方、侍ジャパンが東京ドームでの準々決勝を勝ち抜いた場合は、準決勝2試合目に進むことがすでに決まっていた。これにより、日本が米国と対戦するケースは準決勝のみとなった。侍ジャパンの栗山監督は、昔から憧れていた米国を倒したいとの思いも繰り返していた。その舞台は、日本時間3月21日、米マイアミでの準決勝となる。なるほど。中日スポーツより抜粋。はい。どちらかの国が決勝をテレビ、ネットで観戦することになる日本と米国。運命の女神はどちらの国に微笑むのか。今日の話題は以上。See you next time。おー、いやいやいや、通りすがりさん。今回のね、この深いあの情報ありがとうございました。助かります。ということでございましても、時間となってきましたのでね。今日はズガドンさんと鳥すがりさんの貸し切りでございました。皆さんもぜひお便りを待ちしております。頼りはこの YouTube の下の方に書けますので、書いていただいたらまたこちらのさくらちゃんが読んでいただけますので、よろしくどうぞお願いします。じゃあお急ぎでですね、まあ、今回の流れをね、まあ、これを見たら分かりますよね。もうとにかくね、このアーテモレノがね、やっぱり売りたいって言って、結局は昨日か一昨日かな、もう昨日ですね、いやもう売れない、もう一生懸命売ろうとしたんだけど売れなかったということで、まあまあ、まだ残りのね仕事があるからということで、ぜひエンジェルスのファンにね、ワールドシリーズをあれしたいということで言ってるんだけど、ワールドシリーズ取れる順人ではないんだけれども、まあ少しもしかするとプレーオフに入るかもしれない。もしかするとプレーオフに入ったら大谷さんは行かれなくなるということなんだけど、これは他のチームもがっかりでございますけど、どうなるかね、その辺はね、まあその情報とアメリカの方の報道もこれでお送りいたしましたけれども、続きましてこれですよね。本当にね、この人たちがね、もうがっかりしてますよねって、こうなった場合は、あるいはもうちょっと待ったらもしかすると7月前に行くんじゃないかっていう人もいるんだけど、あるいはね、もうとにかく始まる前にでっかい5っていう文字が出てましたけど、大きな契約をもらって始まるということもあるんですね。はい。それから大谷翔平の、まあ、同僚というか一緒にやって、まあ2人ともスーパースターなんですけど、
マイク・トラウトがですね、ぜひ私はマイク、大谷さんに止めたいと言ってほしいということを言ってたんで、その辺もどうなるやらというのはね、彼がねこんなね素晴らしいチームメイトは見たことがない。だからねもうぜひ一緒にやっていきたいってことを言ってるんですけどね。大谷さんはもうまあいけるけど彼はどこも行けないから、ちょっとね私を置いてかないでよ、仲良くやってエンジェルスでワールドシリーズ取りましょうやーって言ってるかもしれないんですけどね。うちのね、ここ、まあ、皆さんもそう同じことを見ていただいている方がですね、メッセージ前もらってたんですけど、できればエンジェルスでね、ワールドシリーズを制覇してほしいということをおっしゃってたんですね。まあ、そういうことでございましたね。これもそうなんですけど、まあ、移籍がほぼ確定って書いてあるんですけどね。まあ、とにかく、これもお送りしました。そして、これ。この人はもう有名な人ですよね。大谷さんが好きで日本に見て取材もさしてくれて、まあ、いろんな要望をしてるんですね。とにかく大谷さんにはもうもうとにかくもうずっとね長い長い、まあね、おじさんになるまでの契約を頼むよとか言ってるんですけどね。だから彼もね、大谷さんも同じかな。例えば契約したらもうずっとここにいて、終わってもそこで言いなさいということなんなのかね、その辺がちょっと分かんないんですけど。ということは、まあ、買えなくなったで、これもね、皆さんに情報を送り出しました。こちらでもね、もう大谷さんの、その今度はどこに行くのかとか、まあ、これは素晴らしい、まあ、5、5という字が出てましたよという話も出ておりましたけどね。はい、続きまして、こちら、World Baseball Classic までは49日でございます。頑張りましょう。で、メンバーはこちらですね。はい、ということで今日はまあじゃあここで大谷さんのね、いっぱい写真があるところでちょっとお別れしたいと思っております。今日も見ていただきましてありがとうございました。今後とも皆様登録してない方はぜひ登録のボタンを押していただければ助かります。はい、そういうことで See you later Alligator。 はい、 See you later Alligator。 はい、それでは皆様また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。